山さんも名前を読めなかった、ね、そうなんですよ、はい、まあ読みづらいですけどね、あんま一発で読んでくれた人、いや人生の中で2人くらいいたかな、最初から読んだ人、はい、理想郷でユートピアじゃないですか、そこからやっぱりそうなんですか、そうなんです、はい、親父がつけました、はい、親父ももとミュージシャンだったんで、ユートピアっていうバンドが好きでそれでつけたらしいんですよ。でずっとピアノとかドラムとかやらされてたんですけど、僕格闘家になっちゃったんで。もともとあの空手って何歳から？空手は9歳ですね。はい。なんかきっかけは？きっかけはリングスでウィリー・ウィリアムスの試合見て、で、あの親父にこれすごいねって言ったら空手の人だよって聞いて、それで空手始めました。ウィリー・ウィリアムス何がすごかったんですか？いやー。当時には本当衝撃でした。でかいし、なんか強いし、人間とは思えなかったです。自分もいずれ熊とか。熊、子熊くらいなら。スタイル的には、はい、空手の足技をバンバン使ってみたいな感じなんですか。そうですね。まあ蹴り、多分空手の蹴り、キックボクサーに最初慣れないと見えないと思うんで、バンバン振ってですね、蹴りバンバン振るとパンチも結構当たるんでですね、やっぱ持ち味の蹴りはどんどん出していきたいと思います。じゃあ何種類ぐらいの蹴りですか？何種類、いっぱいあります。全部の技で倒せますね。蹴りだったら何でもできるし、何の技でも倒せます。まあ最初見て真似すると全部できたんですよ、最初から。はい。ちなみに蹴りのレパートリーの中には、はい、イカズキ蹴りも入ってます。イカズキ蹴りもできます。全部本当に。左右です。イカズキ蹴りの左右。まあ両方何でもできますね。はい。キックのまあ世界では、はい、資格の方が名前を上出てて、そうですね、はい、キャリアも上なんで。はい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 。まあ一発やってやるみたいな。そうですね。あんまり負けるイメージは湧かないですね。まあ、向こうの方が全然キャリアも上だし経験も上だしと思うんですけど、接戦とかになったとしても僕の方がスタミナあると思うんで、スタミナは本当に自信があるんで、めちゃめちゃ走り込んでるんで、はい、ぐじゃぐじゃになっても勝てるし、まあ、体重がもともと違うんでパワーは絶対僕の方があるし、問題はないと思いますけど、はい。石川君は名イベントを、はい、なんか要求してる。そうなんですよね。もっと言えって感じですよね。俺も名やっぱやりたいんで、僕があんま言ってもまだ聞く会で名前ないんで、ちょっと石川選手もっと言ってください感じです。じゃあ美味しいとこ自分が持ってきた。そうですね、青春塾に電話しようかな。もっと言ってくださ い僕指導員っていうか先生もやってるんで、やっぱりそういう子供たちの期待とかそういうのは他の選手よりも多いと思うんですよね。なんか当たり前に勝つと思われてるんで、はい、そのプレッシャーがちょっとありますけど、負けたりするとみんな目が泳いでるんで、子供たちのそういうのはちょっと見たくないんで、やっぱりそこは期待に応えないかなっていう、そういうのもモチベーションの一つになるし、はい、パワーになるんでいいと思いますけど。